私の武道では、できるだけ簡単に決着をつけたい。掴んで引きずり回す柔道式にね、やりたくない。ボクシング式にたくさんパン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 打ち合う、やりたくない。合気道式に崩して崩して崩して投げるとかね、崩してまた崩して逆を取るとか、2回3回とやりたくない。一発で勝負は決するような考え方をしたい。それが基本として入ってますので、必ず勝ちが出るかな。見る、相手を見る、目を見て全体を見るということが大事です。ここを見ない。あっちやこっちや下へ見ない。関係ないとこな。で、まず相手の剣が剣にこれを当たる寸前に動くということが大事。待つ。早めに動かない。はい、ついてこい。はい。ブッ、ブッ。これでこれだけ。まっすぐ。ブッ、ブッ。で、これ、ゆっくり。こう下がってもいいけど、はい。こう下がってもいい。な。足が落ちて。はい、それで。ブッ、ブッ。ブッ、ブッ。逃げすぎない。逃げすぎない。はい、これ。うわあ、これもうよくない。で、何でも人間下がるだけでなし、手も使えばいいから。あれだけでも一つの技だから。ペンってあるよ。うん、ダメだよ。これ言われるんだと。はい。下がる。下がるのが技になってるし、はい、見やすくよ。これ技になってる。下がっていってる。はい。下がってついてる。な。はい。こういうふうに足が、はい、またゆっくり。こういう技はもうすでに。技になってる。こんなんでも、したら、そーっとやっても、これで技になってる。これ、そーっとやっても技になってる。これ、目つくんやった。だから、単なる体さばきと考えない。ただし、これは、後ろに触るんやから、同時か。同時か、この線しかない。これこの線やな。はい、取る。取れ！この線。な。あれ？これこの線やな。取れ！この線や。だけど、これになったら、取れ！はい、同時や。な。これ目をついてる。はい。だから、今みたいに正体で、でも触った。まあ、半身でも、半身でもよろしい。これ、これ。触ったら分かるかな。ここに、はい、ゆっくり。触るとな。これだけ。これだけ目にちょんって言って、危ないから喉をつく。おー、勢いをしたら、そーっと。これで。こういうふうに下がったやつは同時か、ゴロ線かになる。はい。で、今、後ろへ出る。はい。こういった。当ててこいよ。まあ、後ろ。これ、整体でもいい。整体でもいい。整体でもいい。はい。整体でもいい。
生体病気、それからマハミでも、マハミやったらゆっくりこう後ろの足をこう、あるいは前の足をこう、これも当たるつんで早く下がるのはよくない。だからはい、当たるつんで、はい、あつまい、やった、はい、当たるつんで、はい、当たる寸前に下がるいうことは相手に見えないよ。いやいや、見えるけどついてこれない。な、で、これがバカミンなんだったら、さーっと下がる。これも即、あれ自体がもう技になっとかんといた。あれ、足さばくだけの練習だもんね。あれでも勝負ですね。はい。うーん。これ、いい牛だ。いい牛だ。出る牛だ。はい。はい。いい牛だ。はい。はい。出る牛だ。はい。な。こういうふうに、一動作で技を決めて、あっち行ってこっち行ってそっち行って終わりという話はあかん。はい、後ろ横ゆっくり足一歩こっち、当たる寸前に足一歩こっち、不安やったら一二とこって、反対側も足一歩こっち、不安やったら一気に飛ばしたいな。それだけなの。で、これで当ててくる、トローッと当ててくる、当ててくる、こうしてこうして当ててくる、こうしてこうして当ててくる、こうしてこうして、これだけなの。ただし、これもマハミになっていい、パッともうその場でな、その場で。そうな、こういうね。はい。ずーっと。はい。な。これも、足を教えてるけど、鉄砲だ、これ一発はね。な、なんか、はい。こういうふうに、まあ見ればあれでも同じこと。どうかな。要するに、当たる寸前もガバッとね、ガッと、これ、もうスレスレや。な。で、今ここへ引いたけど、これも、またこういう元気よくない。はい。絶対これも、はい、飛んじゃう。な、はい、はい、さあ、ちょっと待って、これ飛んじゃう。はい、では、飛んじゃう。はい、さあ、ちょっと飛んじゃう。もう次は出てこない。五代さん、割に力抜けとくから、ついた後。これまで出てくる。それが少しはあるけど、崩れとくから、もう出てこないけど、皆さんの場合は力強すぎるから、もうこないやられたら次には止まっちゃう。いかに、突く瞬間に、気合と力を入れるか、を学ばんというか。ついた後は、直後は力を抜いて気合抜いたらあかんのよ。気合はもう出ないと。力だけがついて一瞬になる。それが難しい。ね、パッと取って、触って、取って、パッと取って、これで、両方、ぐーってやって、まはん。で、こういうふうなやつ
れしたら入る。あれさあ、あったまがんないと入れる。これも苦しいやん。よく入ってくるし。ああ、はい、苦しい。こういうふうに、苦しむんで。これ、例えば入る。ふわーっと言ったら、はい、ちょっと向こうやる。うん、もう、これやし。これ、ザーッと、これやって、これやって、な、こういうふうにしてる。一歩前。前は、やっぱり、線を取りたいな。線を取りたい。で、当てる。曲がる。これもこの足だけ取ってやったらもうしんどいみたいな。パッと曲がったり、パッと曲がったり。この足だけで。できたらこうした。はい。パッと。できたらパッと。しんどかったら半分。だけど、できたら、こうした。髪は半身だ。片足だったら半身だ。半身だ。あ、手大丈夫だ。曲がるけどね。回転、力、また回転の力。ただし、これ、はい、こうやって止めとって。ぐっと、こう、背中入れてもいいよ。あっちこい。あっ。はい。整体でもこれでも全部これが線の技になってもダメ。うん、あれザッザッこれ前にやってる。ふわーおやーおわーこれ前にやってる。はい、これにゃ、はい、手を置いてる。はい。から、それで足をぐらい置こうかな。ブーワーってこうやって。こんだけですわな。こんだけで、センサーだと。ぐらいさんがどこにいようと。ブーワーはい、特に、その調子で、はい、はい、もう、はい、ずらーっ、ずらーっ、で、こうやってやったら、流行ったらいいな、こんなの崩れと。はい、はい、ずらーっ、って崩れと。な、対戦取っていっても崩して。まっすぐ行くのは、特に、線を、取りたいな。遅れたら、まず、だから、スワーッと、こんなとこあって、どのぐらい出たか知らんけど、はい、はい、スワーッと、な、これ出てる。これ、ここにあった。これもいい。はい、こう変わりで、うわーっこういうふうに前へ出るようになったりする。最初は足の使い方だけ、体の使い方だけ教えたけれど、これは足の使い方や体の使い方だけ覚えたんではあかん。上どない使うのかというのをそれに合わせて使うといえば。また、これが非常に素手と素手で大切だし、あと、捨てた獲物、獲物対獲物でも大切になってくる。はい、お帰りしてください。